無吉と国造は、無吉と国を支配した国の宮津子。尺に本気に、無吉と国造と、あるほか、麦戸く君、三月くとも、無月で、無下、無月、無月、麦と無吉、武吉、無月氏,氏,氏などとも、後に宿根を賜る者もいた。半父里子席により、鴨もあがた主との婚姻関係が確認でき、同志が持っていたもい取りとしての職称を継承して、 岩章天皇の美の国の冷戦への行行へ区ぶしたり、その冷戦をとに行動するなどして、モンドの役割を務めるようになった。国造の本拠は不明であるが、無義と国造、維じむ良君とあることから、美の国維じらを本拠とする説がある。発掘調査により、7世紀後半の美六寺造営に、先行する豪族巨漢と、奈良時代の軍画に伴う焦燥が設置されていたことが、 明らかになった。また、上宮期の維持無料を、和明章の山形郡伊豆市里に否定し、維持ら村にあてる説がある。和明章の武芸軍誘致教ともされ、下内の広域な上理性跡や、重築遺跡の大規模な古代集落跡が見られ、本拠として有力な候補地と見られるが、長良川右岸にある、弥勒寺跡からは対岸にあたり、根拠は弱いと見る説もある。 国造の支配領域は、当時無吉都国と呼ばれた地域、後の美濃国無義軍にあたり、現在の岐阜県関市、美濃市、山形市に相当する。不明。縁起式新名帳に記載されないが、由緒に国の宮津ことの関連が伝えられている。美六寺。ありがとうございます。